イベント？何それ？え、あとさ、なんか追加されたって言ってたお話書いてあれなんなん？結局何の説明もないねんけど、あれはどうなった？どうなってて今現状どうなのかが分からん。一切説明ないから。なんか2月くらいじゃなかったっけ、覚えてないけど。ビスの予選？何それ？聞いてないけど、連絡来てない。どういうこと？みんなどういうこと？参加したい？ん？もうちょっとなんか詳しく言ってよ。参加してた人で落ちた人が全員行ってるってこと？それか連絡が来た人のみ行ってるってこと？どういうこと？予選の3回目さんに。どういうこと？楽かもって何の話？さくちゃんが出てた予選の3回目さんにしか出てないから楽かも。どういうこと？全く意味が分からへんだけど。3回目さんに。何の3回目なの？何の人の話してる？だから私参加してないんやって。何の話してる？もう私が見た方がいいんやろうけど、どこにあるか分かれへんから。連絡何も来てないから、何にも話が分かれへん。他の人分からへんかな。ん？下の固定コメ？何それ？どれ、みんな主語がないねんな。どれのカートしてんやろ。固定コメとか悪くない？これじゃないの？これやろ。これじゃないってこと？どれの話？どこで見れるんやろ。もうせめて連絡入れてほしいよな、いつからとか。てかこれ多分参加できてなくない？だってなんか消せって言われたから消した。なんかこんにちはばっかりでコメントが来ないのが嫌なんだったらそれ消してみたらいいんじゃないって言われて、結局こんにちはこんばんはしかなくなってるから、何にも意味ないし、なんならおはようグルトとかがなくなったから余計にコメントがなんかって感じ、状態が悪化したのみ。こんにちはこんばんはだけ
なんか嫌やったから消したらいいんじゃないって言われたから消したのに、なんかみんなそれやめへんから、結局なんか今までの書いてやってきたやつをただ消しただけっていう。いや、どうせ変わらんから。それよりイベントの話聞きたいけど、しよう、どの話からつながったんやろ。スマイルよろしくって、無理できる状況になったらな。予選に出てたから全く話が見えてこない。なんかもうどこにやるって言ってくれたら私が見るわ。予選出てたから、予選の次のイベントの話をしてるんじゃないん。予選の話してる、まだ何の話してるか全然分かれん。予選の次の話をしてるんじゃないん。次のイベントが始まったねじゃないん。ってこと。もういいわ、どっちにしろイベント。なんかやる気ないし、もういいわ。もういい、何聞いても分からんから、もう何でもいい。予選の3グループ目がってこと？予選が終わって次のあれに進んでんのかと思った。なんか私には関係ないってことやろ結局言いたいのは。じゃあさくちゃん楽かもか分からへんね。なんや楽かもって、なんやったんあれ。3人しか出てない、不公平すぎるやろ。なんなんそれ。しかもあれテスト前やったのに。なんかさくちゃん楽かもって返したから、私が出なあかんやつに参加できてないんかと思ってめっちゃ調べたのに。全然ちゃうやん、楽も何も終わってるやん。もうテスト昨日全部終わった。今日理科と国語だけ帰ってきた。他何残ってんの。社会帰ってきたわ。いつ帰ってきたっけ。
数学がまだ。あと何ある？国語、英語、国語、数学、英語、理科、社会、あれ？じゃああと数学だけ？今のところ国語が一番高い。喋られへん。国語が一番高い。高いって言っても低いけどな。英語は思ってたより悲惨じゃなかった。でも私が一番やばいのは数学やねん。前までそんなことなかったのに今回のやばいわ。まだ一番やばいのが帰ってきてないから平均も何もない。絶対下げるから。なんかもう受けてないからさ、分からなさすぎて。基礎が分かってなかったから何も分からなかった。数学と分かってたら解けるんやろうなっていう問題ばっかりやった。でも全然勉強してないにしてはまだマシな方かなって感じ。今日もクマさんあった。なんか最近クマさん弱うわ。会いに来てんのかな。3年がさ騒乱やってるからさ今多分見たいんやろな。めっちゃ会う。朝練までおったもん。朝練来る人おる？高くねえのに。でも今日人少なすぎてさムカデ競争一人しかおらんかんでさムカデになられへんかった。後から2人来たけど3人でムカデっていうのも5人のやつやからさ。んでなんか背渡りってわかる？背渡りなんかみんなが中腰になって中腰なんか背中を歩いていく。ああそうそれそれがあんねんけどさそれもさ人少なすぎてさ5人とかでそれはさしかも1人上乗って1人手持ってあと3人で回すの無理やからささすがに。だからできひんかった。朝練走ってしかない。 400m 走った。なんかクマさんまで走ってたし。走る必要ないけど。あなんかセンスラーでリレーしてたわ。ペンギンがなんか不格好すぎた。この前さこの前っていうか昨日かちょっと前にさペンギンのサングラスが似合いすぎてなかったってあまりにも似合ってなかったっていうのさポストしたんやけどさそれをなんかいろんなとこから回ってなんか同じクラスの生徒まで来てでその子がペンギンに言ってなんかこんなん書かれてたんですよっていうのを今日聞かされた。ペンギンにでもあの人私には喋れへんねん。なんかあたかも違う人に喋ってますよみたいな感じで私に聞かせる。あなたに喋ってるわけではないんですよって感じで黒島にこんなん書かれたんですよ。めっちゃ顔笑ってんねん。隠せてない。終わります。15分なんでツンデレやで。サングラス今日もなんか手の振り方が天皇陛下みたいやって思うか。しかもさなんか友達とさそれをペンギンの手の振り方おもろいって言ってさ笑ってたらさ嬉しそうにもう一回手振ってた。いつも絶対手振れへんのに。なんか同じ仲いい友達がさイエーイとかさなんかわーって言うんだけどペンギンみたいな感じでさ。
言うねんけど、いつもやったら断るねん。絶対無視、無視かなんかもうだるいみたいな。今日は嬉しそうに出てきてた。終わります。さよなら。明日公園で明後日体育大会や。